ロタリーでちくわを地面に叩きつける。うわっ寒い日に熱々おでん、クリスマスプレゼント交換会どうですかこれ、はい、振りましたこれは非常に、うん、皆さんのかなりこれプレゼン力、なかなかむずいですね。デートでデートですよね。はい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 出た出た。いやこれ逆の立場の方が良かったな。いいですか。はいどうぞ。デートねデートねバスロータリーでちくわを地面に叩きつける。うわ。デートとは行動や。そういうデート、ね。何それ。そういうデートです。っていうのをミサトランがしたいんじゃないかっていう。そう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 。なんてかけてんねんこれ。ミサトランのこのデートはミサトランが例えば何点で思ったか。いや食べるだったらな。ランちゃん的にランちゃん的にこの点数なんだろうなと思うのを提案しました。叩きつけちゃうんか。バスロタリーでちくわを地面に叩きつけるプランってことでしょ。プランでしょ。叩きつけるツアーですね。ツアーツアーね。一駅ずつみたいな感じ。一駅ずつね。うんえ、ちょっと待って、バスロータリーにちくわを叩きつけるバスロータリーでちくわ地面叩きつけるわ。迷惑系 YouTuber でしょ、完全にやってること。ちょっとおもろいな。でも、ミサトランがこれをいいと思うかどうかはわからない。そうですね。もう可能性もあるからね。はい、あまあ、じゃあ、でも一般女性ですよ。だから一般女性でしょ。一般女性が喜ぶ。あなたは一般女性がどうかわかんないけどね。あなたに対するプレゼンなわけだから、これはマジむずい。いや、じゃあ僕いいですか。いいですよ。まあ僕はあのすごいオーソドックスなんですけど、はい、イルミネーションを見ながらウィンドウショッピングですね。おー、うん、何それ、え、何それ、イルミネーションサイコロの目に謝れふーじゃねえわ。まあ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 。いや、俺もなんかわかんない。ちょっと長くなっちゃうよね。まあイルミネーションでいいかな。イルミネーションでいいと思います。イルミネーション了解。うん。イルミネーションを見るってことね。うん。イルミネーションね。じゃあ夏ぴょん、ボート釣りで。ボート釣り。うわミサトランスも好きそうやぞ。クリスマスだよ。まあやっぱ冬とか魚美味しいのとかいるんじゃないですか。ボート釣りで。おもろ。何も言わないやなんちゃんも。いやこっからね。もうこれはもうミサトランが質問してきたら答えるし、出なかったらもうミサトランに考えてもらうしって感じ。結構右に行くかもわからんからね。なるほどそういうことか。あとボポンバンセットかな。ああじゃあいいですかじゃあ。はい。お寒い日に熱々おでん、クリスマスプレゼント交換会どうですかこれ、はい、えこれ2つおでんプレゼント交換会。違います、おでんと交換していくイメージ。どういうことどういうことどういうこと、もう一回もう一回。なんでもないです。おでん交換会ね。おでんの具交換会、はい、熱々おでん交換会ね。はい。うわ好きそう。いやこれ90ぐらいありそうだな。これ好きそうこれで90でミサトランがめっちゃ右に行ったらかなり気持ちいいね。ポンズはね、ですよねっていう。まあ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 、熱々おでんの具を交換していくイメージ。何なんだよそれは。何にしよう。うわー書き直して。じゃあじゃあいいですか。書き直しいいよ、うん、書き直しいいのかよ。じゃあ僕いいですか。はいはい。消費者金融限度額まで借りツアーですね何それ。借金旅ってこと。借金旅です。借金限度額まで借り旅です。なんだそれ。ちょっと僕変えていい。
どうぞ。難しい。先に僕出し、出していいですか。はい、どうぞ。はい。ミサトランがいっちゃん好きなアイドルの握手会に一緒に行く。なるほど。なるほど。これでいいですか？それとも、あ、僕あのイルミネーションちょっと分かりにくかったんでディズニーにします。おディズニー一緒に回る。あ、うん、ディズニーデートですね。クリスマスディズニーね。そうですね、はい。なるほど。ではえ、これはどうっつってみんなのイメージだからな、どうしようかな。まあでもこっからいやいや違う、だから合わせれなかった 俺らも悪いみたいなことになるから、ね、ミサトランはとりあえず、うん、おでん一番右行ってもらってほらまあまあね、まあそうだもんな、マジ。え、ガチでいいでしょ、ガチでいいでしょ、ガチでいいでしょ。まあでも家でね、まあ、ガチで家でデートみたいなことだからアットホームでいいんじゃないですか。うん、楽しそうだしね。まあ刺さりそうなプランではある、まあ、やっぱり分かってるなと思いましたね、まあ、ポンデュやっぱり分かってる、私のことは分かってんだなと思いましたよ。まあ任せてくださいよ、その辺はね。で、次は、うん、うわぁ、次はボート釣りで。そうなんだ。ディズニーが刺さってますよ、夏のプレゼンが。ボート釣りに、まあまあね、刺さってますね。勝つんだ。ディズニーごときじゃ満足しないんですよ。なるほどね、そういうことですね。次がバスロータリーでちくわを叩きつける。おっと、嘘やろ。左から並べてないそれ。いや、右からでしょ。行きたい順ってことだよね。これ真面目。これミサトランの真面目のクリスマスで。いやでもな、ちくわを食べるだったらな、叩きつけちゃうのは。これ一回拾いま、あ、CG さんも拾いますか。アイドルに会うよりも、アイドルはあの私別にそのファンじゃない人と一緒に行きたくないんで。知らねえや。知らねえや。いやいや来てほしくないや。いやもうやっぱ魂で応援する人同士で行きたい。なるほどね。なんか見られたくないくない、なんか結構キャーキャー言ってんの邪魔するなと。なるほどね。これが女心か。いや低いからそう言ってる可能性全然ありますからね、数字が。そうですね、そうですね、狙い通りっていう。あれだよね、ディズニーランド一緒にデート行くよりも冒頭デートとかおでん交換会の方がいや間違いなく高いってことだよね。なるほど、ガチ。へえ、そうなんだ。ディズニーはちょっと人が多いんで嫌です。なるほど、なるほどね。あ、でもそれも踏まえてやってるわけでしょ、設定は。まあそうだよね、あとはもうそこら辺も多分、うん、まあ多分みんなね、分かってると思うんですけど、左からスッと消費者金融が歩いてきたんですけどえ、なんで順番的には、熱々おでん、あ、でも出た、誰だっけ、熱々おでん、うん、ボート釣り、うん、で、あれなんだっけ、次がちくわ、ちくわやろ。ちくわでもね、ちょっと待って、ごめん、叩きつけるでこれ拾いますか、詩人さん、叩きつけたやつ、ちくわは叩きつけた後に拾って次の駅で、壊れなかった場合は次の駅で次の駅のバスロータリーで叩きつけるやん、まあ、ちなみにそれは人が見え、人がいないのを確認して、人がいないのを確認してやりますか、それとも人が、人間じゃねえ、まあまあまあ迷惑になっちゃダメ、ね、何の儀式だよそれ人がいないのを確認して、そうですね、人がいないのを確認して、なるほど、ね、いやでもな、ちくわを一滴ずつ食べるとかあったらいいけど、やっぱちょっと食べ物無駄にしちゃうのはやっぱ良くないんで。そういうことじゃないと思うけど、うん、なんでやっぱじゃあクリスマスディズニーにします、その次が。あ、ありがとうございます。で、その次がアイドルの握手会。あ、ちくわ下がったな。で、その次やっぱちくわ、やっぱ食べ物を無駄にしちゃうんで、バスロータリーで叩きつけてなかったらね、結構右だったんだけどね、これね。そう、叩きつけてるね。やめないよってなるんだ。そう、まあ、最後が消費者金融かな。なんで？いや、楽しい。借りたくなくない？だって異様な空間に入れるんだよ入った瞬間、入ったことで、入った瞬間内側から勝手に鍵かけられるんだよ。え、そうなの？ガチャって怖っ、
クリスマスに味わいたくな。クリスマスに行きたくね。待ち時間によくわからない空の映像がモニターで流れてくる、ね、詳しすぎるやろ。めちゃめちゃ経験談じゃん、なんか。じゃあこれで、はい、まあね、やっぱみんなよくわかってるなと思いましたよ。じゃあ瀬戸朝さんから数字の発表お願いします。はい、僕の数字は8です。おー、わかってます。はい、いいシリーさん、はい、私の数字は10です。おー、危ない、危ない。まさか成功する、これ番長。いや、成功しないです。97です。やだ、97、98、99、あー、まあ100まである。98、99、うん、100でいけるか。ワンチャンね、ワンチャン。ディズニーデートいいですか、発表。はい、はい、86です。高い。いやー、好きやと思った、ディズニーとか。すみません、人混みダメか、陰キャなの忘れてたわ。ディズニー教育受けてないんで。うわー、ディズニー教育。ボート釣り行きます。15です。えぇ、ー、だってクソ寒いのと船酔いするぜ。いけるんだと思っちゃった。関係ないんだよ、多分。関係ないんだと思っちゃった。関係ないんだ。熱々おでんの部交換会43です。我々は全員ミサトラのことをよく分かってないみたいだ。何も分かってないですね。皆さん、もし何かありましたらミサトランにおでんの具をですね、私に言ったらいかがでしょうか。大好きな方はね、すごい喜んでくれると思います。はい、じゃあ何も分かってなかったということで、